おはようございます。ん？何だこれ ？YouTube。ん？全然来ないな誰も。一人で。全然来ませんけど。はい。おはようございます。おはようございます。何ですか ？YouTube の過去に上げた。数と再生回数ことですね。はい。なるほど。ランマは？ランマわかんない。来るんじゃないもう時期。おはようございます。今日は何の回ですか。岸田 YouTube。 はい。ご存知の通りちょっと団長がリハビリ中ですよね今。はい。はい。でも止めるわけにはいかないので YouTube の方も。うん。そうなんですか。ちょっと団長喋れてる時からちょっと止まってたのがありましたけど。これ以上止まって YouTube で何をしたいかも4人で。はい。ちょっと会議しながら、はい、全然もやりたいことどんどん言ってもらって。うん。うん今後こういうことやりたいっていうお話をちょっとしていただきたくて今日集まりいただいて。なるほど、はい、難しすぎるな。これだけじゃあ過去のやつ参考に過去のやつってことですね。そうです。そうですね。傾向としてはでもやっぱ音楽ものが曲がるんですね。そうですね。圧倒的にねカバーしてみた、うん、がやっぱりカバーしてみたが圧倒的に上がるんですけど、まあこれ、うん、なかなか大変ですからね。そうね。逆に全然なのはどれなんですか。僕ね結構好きなやつがあんまり回ってんだからそれこそ2人でやってたやつとか面白かったんですけど松ランマ、はいはい、このショウヤンがさ、うん、ギターと英会話のやつとか、はいはいはい、好きだったんだけどやっぱりそんなになんですよ。そうね、でこれなんか見るとそれこそなんかワンナイトカーニバルは実はどのようにして作られたのかみたいなやつとか結構回るんですよ。だからやっぱタイトルが引き付けるものな、なんですかねやっぱりね。みんなが興味を持ちそうなやつとかが回るのかもしれないですけどシンプルになんかやりたいこととか、まあね、なんか僕この間そういえばいわゆるすごい売れてる YouTuber の方の YouTube とかって見たことなかったんですけど正直で僕ねこの間初めてヒカキンさんの見たんですよ。ヒカキンさん、はい、最近スキーハマってるからスキー動画漁ってたらそのヒカキンさんとセイキンさんが2人でスキーに行くっていう動画があって、うんうん、これがねめちゃくちゃ楽しかったんですよやっぱり見てて。すごいんだやっぱすごいんだ。それただ スキーやるだけではないんちゅうの。いやでもただスキーやるだけなの基本。だけどなんかねやっぱね楽しんでんのヒカキンさんは。あめちゃくちゃ。あその辺ちょっとヒントだね、まあ、スキー行きてよそれは。あ行きたーやったことないから、ね、スキーはやったことないからね。そうだよね、うん、この二人はね、うん、スキーです。頑張って。よし決定決定早すぎない。楽しいんでしょスキーって。楽しいよ、うんまあ、もしかしたらリーゼントでスキーするだけで面白いになるかもしれない。このままでも大丈夫ですか。僕は寒くなければ何もかぶりますよ。なんか単純に俺だってさっき言ってた、うん、その野球とか野球とかやったり単純に、うん、まあもう年齢も年齢だからあれだけど、うん、最初に球速測ってみて120キロへの道とかさ目に例えば習うってこと。そう例えばプロ野球選手とかに声かけて、うん、OK してくれたらちょっと教えてもらってフォームから何から全部プロの方にね。そうそう個人的にはそこから例えば松さんあたりが、はい、自分でアポ取って、うん、始球式への道っていう。いや始球式それこそ俺もやりたい。でもそれあれですよ、うん、自分で各球団の候補に電話して。あいいよいいよ全然。歴史団の最後の一人です、うんどうしても中日ドラゴンはあれしてやらないと。中日ドラゴンの始球式やらせてください。やりたいですよ、もう個人で俺これやりたいって。僕足速くなりたいですよ今割とスポーツ系なんだね。めっちゃ遅いんですよ一番遅いですもんね。いや俺も遅いよ結構。まあもう今走んないけど、まあ、あんまり速い方じゃなかったよねメンバーならではね。それこそなんかショウヤンのマラソンとかやったっていいじゃん。マラソン好きなんだからさ。ああ団長がね、そうだね団長が走るっていうね、うん、団長のって考えたらなんかいっぱい出てきそうね。あいつにやらしたいこと。そうそう。あそれもありですよ、うん、それは話し合ってますね。だからそれこそ今ハングルとかさの練習とかもね、うん、団長のナンパとかはまあニーズはあるんじゃないの、うんまあ、彼がやりたいかどうかは置いといて。そうだね、うん、まあ見たいよね。スマカチティ、はい、ケントのベスポ、うん、これあれ廃品回収のやつ。そこまでいい、うん、あげる。あお客さんにプレゼ、ね、見てる人のプレゼントね。いいですね。ヒカ
光くんなんかやりたいやつとかないの？君それこそパデルとかに。はあ。パデルとか。そうでもないんだ。ポスペペテ。ギターやりたいの？お教える。あ、全然いい。ああ、全然いい。すごい。ギターに興味がある。ギター講座ね。いや、だいぶ弾けるよ。だいぶ弾ける。D が好きだよね。D、D ね。D のコード。松さん個人はないですか？なんだろう。あのまあ普通に居酒屋探訪みたいなさ、あハンチングかぶって、うん、吉田類さん、ね、今日やろうか帰りあと個人的にもう1年ぐらい前から私がプレゼンにずっとあの提案してるのが早乙女ひかるの怖い話ああ1分ぐらいでカメラに向かって、うん、怖い話してもらっていいですか、うん、バービーバーさん系統の話に強盗マジかとしたそれで怖い やかめせんねえ初めにそのことなんでせなんでせなんでせはい、座りましょうこれは全然知らない国のホラー映画見てるみたいな気持ちだよね。面白い。あと一人で家で撮りますから。俺はめちゃくちゃ面白いけどな。今もう最高に大好きですね。20万回ぐらい行くんじゃないか。何回も見たくなると思う。私が温めてる企画の一個。さすが。メンバーでやってみたいなのももうちょっと出たらいいのかな。うん、そうですね。二十数年一緒にいますからね。今さらみんなと一緒にやりたいことって言われるとあります？なんか、だからみんなほらリーゼントでしょ、うん、あの全女装とかおー全然いいよでも女装して何やるかっていう話だけど、ケーキ、パン、え、パンとかパンケーキ屋さんとか行って、女装してケーキ買いに行くの、まあまあ罰ゲームになってるけど、まあ、女装して何ができるかっていうところから考えてみる、あそこのさ、公園、大久保公園のあたりに立つとかね、まあこれカバーものとかもやってもいいんだけどね、結構労力なんだよね、アレンジして撮ってっていう、例えばさ、このカバーもの、音楽ものやるとしたら、このカバーのやつとか結構時間かかるじゃん、しっかり作り込んで、それよりさ、もっとスタジオで一発でポンってできる、レコーディングしないで、もうレスタジオで、いいですね、うん、バーンって一発で、前の日までにその、うん、一応撮っといて、当日スタジオで撮ろうって言って、うん、映像撮るとかだったらね、うん、いろんな仕事してみできたらいいけど難しいですかね、なんかいろんな仕事をやったことない、経験してみたいなっていうのを、エロビデオやとライブハウスでインしかやったことないもんね、ほぼほぼね、あと窓拭きあとパチンコ屋か、セブンイレブンと、あれもやつだね、王将、餃子の王将、あ、王将はまあそうね、ほとんど首に、はい、そうね、旅行は、うん、草津、草津もあった、あ、いいじゃん女装で旅行してる、まだ自転車、あ、自転車、チャリンコ、あ、チャリンコの旅、自転車旅行 ね、やりたい、まあ俺は自転車に乗らない旅行に行きたいけど、ってしんどいよ、どこまで行くの、近くても熱海でしょ、まあ小田原でしょうね、最低でもね、ほらいるじゃん、あのマリオのカートとかのリーゼントのカートで、うん、小田原にいいね、そのいい宣伝になるんだよ、なんかそう、じゃ一応この中で一押しだけ決めときます、僕早乙女階段で、俺このランマー足早くの、これね、ヒカルさんはケンソンは、うん、野球やる方としては楽しんでやれそうな感じはありますけど ね、はい、そんな感じですか、ヒカルさん、感想は知ってますのでということで、はい、じゃあどれかが実現できるようにね、はい、頑張っていきたいと思いますので、皆さん、チャンネル登録とグッドボタンがもし多ければ多いほどこれが実現する可能性が高まると思いますので、あんまりいいねが来なかったらやらないっていうことになりかねませんので、ぜひ皆さん、チャンネル登録と、グッドボタンの方よろしく、メカドワンワン